とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。嫌なステージは多いけども、まあ難易度は低めです。誰でも周回できると思います。クリーパーが多いので、クリーパーの処理に重点を置いてやってみてください。とにかくクリーパーが鬱陶しい、そういう、シーズンですね。よいし、オッケー。このクリーパーがね、嫌なんだ。でもまあクリーパーさえね、処理できればあとは何とでもなる、まあそういう感じだと思います。で、ここ箱はね、絶対取っていってください。まあそこまで矢が必要なシーズンではないんですけど、まあ一応あったら助かるところもありますので、忘れずに取っていきましょう。終わりかな。はい、一回クリアー。まあクリーパーがちょっと初見殺しみたいなとこあるけど、注意していけば大丈夫ですね。報酬両刃斧取っていきましょう。エンチャントは別に良くはないんですけども、まあ、武器性能はいいので取っていってください。これがあるとだいぶ、序盤楽かな。はい、まあ、クリーパーは注意してくださいね。で、レイズをサクサクと倒して、よいし、こっちいないね、大丈夫ね。よし、じゃあ、あとは上を少し倒しておしまいでしょう。この罠でね、すでに出てる時もあるんだけども、今回は違った。で、ここ防具、傭兵のアーマーを傭兵のアーマーに変えていきます。これがね、最後の方まで使えるので、ぜひ取ってくださいね。雪玉に入れていきます。雪玉がついてるとやっぱね、どの防具でも強い。で、ここ、クリーパーが出てきますので、注意してください。クリーパー注意ですね。と、ここでシュルカーが出てきます。すんごい嫌だけども。なんとか倒しましょう。しゃ、オッケー。ああ無茶した。無茶したな。まあ、シュルカーさえ倒してしまえば、あとはもう楽に倒していけると思います。やっぱこの両刃斧でね、ワンパンで倒していけるっていうのが大きいですね。初期装備じゃこうはいきません。ここ報酬何もいりません。そのまんま進んでいきましょう。で、4階ですね。4階は敵少ないです。まあ、サクッと倒して、クリアしていきましょう。よし、この端っこの方にね、こっそりいるやつとかがいるので、まあ、それを忘れずに倒していきましょう。これで終わりかな。はい、4階クリアでーす。次いきまーす。ここ報酬で地雷ですね。この地雷が、最初のボス大釜ですね。大釜を倒すときに、ものすごく役に立ちます。ぜひ取ってみてください。で、エンチャント、忘れず入れましょう。雪玉が3ですね。3の雪玉は強い。で、ここにも相変わらず、クリーパーが出てきます。注意してください。雪玉があれば、まあ、結構、爆発されずに倒せると思うんですけど、まあ、一応ね、注意して。あー、爆発されてるされてるよ。よし、で、あっちに2体ぐらいでおしまいかな。はい、これで5回がおしまいです。サクサクいきましょう。
て5回報酬で影の断片ですね。今回も影の断片はむちゃくちゃ使えます。絶対取りましょうね、影の断片。まあ前はなんかねちょっと食わず嫌いみたいな感じであんまり取らなかったんですけども、最近は必ず取るようにしてますね。よし、オッケー。あー雪玉で止まったか。よし、もういないかな。ここもクリーパー多めですね。しゃあ6回クリア、次行きまーす。6回報酬パワーシェイカーですね。パワーシェイカーと地雷を使って最初の大釜を倒します。この2つは必須ですね。で影の断片は、まあ、終盤、まあまあ最初の方からも安全面で使っていってもいいんですけども、終盤ものすごく使えるので取りましょう。7回特に問題ないですね。強い敵も出てこないし、よし、まだね攻撃力防御力足りなくないのでサクサクいけると思います。7回クリア、次です。報酬いりません、そのまま行ってください。あぶねー。でここがねこのわクリーパーと、ジオマンサーの相性がものすごく悪いんですよ。ものすごく悪い。なので注意して戦っていきましょう。このジオマンサーでねこの壁で挟まれて、地雷とさらにはクリーパーを食らったりとかそういうことがあるので、まあ、要注意で。オーケー、倒せるかあれで。よし、8回クリア、次に行きましょう。ここでデュアルですね。デュアルクロスボウそんなに使わないんですけども、一応保険として、持っておくといいと思います。はい、エンチャントは長弾2とボーナスショット1、これだけで OK です。でパワーで、傭兵を上げていきましょう。武器を上げて次で防具取るっていうのを、やってみたんだけども、やっぱこっちの方が安全です。こっちの方が俺はいいかなと思いました。で大釜が出てきましたらすぐに、地雷を敷いて、でパワーシェイカーでガシガシとなっていってください。であんまり近づきすぎるとこういう風に炎を吐きますので、炎を吐かない場所でね攻撃してやってください。終わり。お、生き残ったね。はい、でスライムが下のやつが消えたらおしまいですね。おお、消えないかと思った消えた。はい、何もいりません。いきまーす。でここもねちょっと注意が必要です。もう攻撃力が足りなくなってるので囲まれたらちょっとまずいかな。なので、まあ、囲まれないようにいきましょう。まあ、囲まれたとしても、まあ、パワーシェイカーで何とでもなるじゃなるんだけど、 OKOK、 むしろもう囲まれるように動いてパワーシェイカーでね倒していくっていうのもいいっすよね。よし、あれ、あと一体どこにいる。ああ、そこか。はい、11回、おしまいです。はい、ここで雷の杖を地雷と変えていきましょう。もう地雷はね、序盤の方に取っているので攻撃力が、だいぶ減ってます。
雷の杖の方が、ソウルもたまるし攻撃力もあるしで、ね、使いやすいと思いますよ。 OK、 タワーレージも要注意ですね。じっとしてると毒ダメージで一気に削られてしまいますので、毒には気をつけていきましょう。合わせかよいし、じゃあ特定でもいいですね。はい、 OK、 一体倒すごとに2つかなソウルたまるのでいいですよね。でここ武器変えます。メイスですね、メイスに変えていっちゃってください。でエンチャント、入れていきましょう。火属性ですね、火属性と弱体化で、リフレッシュでもいいんですけども、俺はクリティカルで攻撃力を上げていくタイプです。リフレッシュ輝きで耐久力上げていっても安定するとは思うんですけど、俺はこっちの方が好きかな、火力を上げる方が。 OK、風使いが鬱陶しい。よし、こっちが、こっち側にね結構来るのが鬱陶しいよね。その場にいてくれればこっち側から回って順に倒していってちょうどよくなるんですけど、あそこで結構寄ってくるんだよね。はい、13回クリアです。ここでもアーティファクトを変えていきます。愛のメダルとパワーシェイカーをチェンジですね。いきます。でエンチャント追加していきましょう。クリティカル2です。でこのステージいつも難しいんだけども、今回は別に難しくはないです。遠くから弓打ってるだけでまあまあ勝てると思います。でクリーパーに愛のメダルを使うのは、現金ですね。あ、やば食らっちゃった、食らうと思った。クリーパーに愛のメダルを使うととても戦いにくくなるので、ここだけは注意してください。終わりかな。食べ物がいっぱい出た。はい、何もいりません。そのまま進んでください。いきます。ここも別に、難しいところではありません。まずはねこの扉を開ける前にこっち側を全部倒しておきましょう。はい、で向こう側がね、こっちに集まってくるのよ。集まってきたところに愛のメダルを打ち込んであげるとちょうどいいです。よし、ある程度見たかな。 OK、 よし、あ、爆発する、危ない。でこれでおしまいです。固まった。15回クリア。でここでようやく、弓が変わります。コグクロスボウですね、つけていきましょう。でコグクロスボウにエンチャントです。まずね虚無を多めに入れてください。でその後に、長弾ですね。キョムが、結構いい仕事してくれます。でここ傭兵を上げて反逆者にします。攻撃速度が上がって戦いやすくなっちゃいますね。はい、でここ、ボス戦ですけども影化してそして雷を打ち込んでいきましょう。 OK、ドンドン、オッケー。
このエボーカーも OK。 はい、終わり。ソウルはね2ずつ溜まるので全然使って大丈夫です。安全に行きましょうね。でここドラを持って行ってください。雷の杖ですね。ドラと雷の杖をチェンジです。愛のメダルはここ使えます。よし。でもう矢はねどんどん使っていってください。矢を使っていって OK です。でこう草刈りしてくださいね。この草をね刈っていくと、ソウルがかなり溜まりますので、マックスぐらいかな、全部草刈りしていくと。なのでぜひとも全て草を刈っていっちゃってください。 OK、 いいね。しゃあ、上にリープリーフがいるのでリープリーフはちょっと注意して戦いましょう。結構あいつね攻撃力高いので。よし、いけ。うんうん、まあまあまあ、いいんじゃないですか。よし、はい、終わりかな。18回クリア。慣れてしまえばまあやられることはほぼほぼないかなと思いますよ。で18回で、ここで武器が変わります。ボーンクラブですね。やっぱタワーといえばこのボーンクラブ間違いないでしょう。エンチャントですけども追い打ち、そして虚無ですね、入れていってください。で一番右側のエンチャントは別に入れなくて俺はいいかなと思いますよ。行こう。よし、使ったメダル。基本弓だけでいけるとは思うんですけどね。でもせっかくさっきボーンクラブ取ったんで弓削で戦っていこう。よし、終わりか。違う、そこにいんのか。変なとこに行ったね。19回おしまい。次いきまーす。ここで雷の杖取ります。雷の杖を違う取らない雷の杖取らない、ごめん。それを前のやり方だった。もっといいやり方があったんですよ。はい、取らずに行きます。愛のメダルがあるとあれだ、ここのね道中が楽になるのでよかったんだ。愛のメダルをこのまま使って、そのね、ロイヤルガードに使ってあげるといいですね。OK。いいです。はいはい。あそこでね、雷の杖取っても、いいっちゃいいんですけど、やっぱり安定感が全然ね、こっちの方がありました。はい。20回クリアでーす。愛のメダルないとちょっときついのかな。きつくはないか。何もいりません。そのまんま行きましょう。もう少しで張り切っていきまーす。危ない、エンチャント入れていかないとね。エンチャント入れてください。キョムさんです。よし、雑魚戦ではねそこまで関係ないかもしれないけども、一応虚無は3入れてます。よし、 OK。 危ねえ。あ、食らってる。いけ。はい、21回クリアです。やっぱり愛のメダルは役に立つ。21回の
装備、ここでバトルローブに変えていっちゃってください。バトルローブですね。で、エンチャントは別にいりません、こっちに入れちゃってください。バトルローブはエンチャントなしで OK です。何も入れるやつはありませんね。雷の杖があれば、雷フォーカス入れていっていいんですけども、今回は雷の杖じゃありませんので、この元々のね、このクールダウンがついてるということで、こっちがです。よいしょ。まあ、別に反逆者でもいいっちゃいいんだけどね。でもクールダウンがついてるので、こっちの方が俺はいいかなと思います。ナイス、まぶせた。よし、特に問題なくいけるでしょう。ここもね、おい、クールダウンで愛のメダルが使いやすくなってるので、よし、22回クリア。次行きまーす。22回の報酬でこれ、アップドラフトです。アップドラフトを使います。愛のメダルと交換してください。でここがちょっとね、今シーズン2番目ぐらいに難しいかな。なので基本は弓で戦っていくのがいいかなと思います。愛のメダルがあるとね、多分相当楽なんだろうけど、まあいいじゃないですか。よし、いけー。あ、やば、凍結食らってる。よし、はい、終わり。23回クリアでーす。まあ、アップドラフトでもね、一気に倒せていいっすね。報酬何もいりません。でここ商人、使わずともいいです。うん、金細工なので別に使わんでも大丈夫だと思います。で倒し方ですけども、影化してドラを使ってアップドラフトですね。影化ドラ、アップドラフトで、もう一丁アップドラフトですね。しゃあ、あー、でもう一回影化しちゃってください。よし、どこだ、そこか。はい、ちょっとドラがうまいこと、2回目入ってなかったんですけども、ドラが2回とも入ってアップドラフトすると2発ですね。ちょっと失敗しました。クリアして報酬見てみましょう。うん、しょっぱい。うん、まあいいんじゃない。ダブルクリティカルにして使っていけば、まあまあまあいいかな。あ、いや、もう完成してるなこれ。うん、追い打ち虚無クリティカルで一応完成してますね。おー、いいんじゃない。はい、ということで、完全攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。